食べていきましょうさ、麺をふう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 さ、食べた。はい、どうもこんにちは、矢沢ナインです。ナインアップロードのチャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画はトマト研究会。うわトマト研究会、トマケンとは本当にトマトが大好き、愛してる、トマト料理をよく食べるとか、トマト好きを集めた、いつかパーティーをしたい、いつかオフ会をするぞっていうチームでございます。僕が勝手にツイッターでトマト好きってどれぐらいいるんだろうみたいな感じでちょっとツイートしたんですけど、まあまあそのツイートにいいねが来て、そのツイートにいいねしてくれた人は全員トマケンに加入させますみたいな感じで全員加入させちゃいました。気になる人はね、この動画の概要欄に僕のツイッターあるんで探してみてください。ということで、トマト研究会第1弾の企画として、今日は丸亀製麺に期間限定商品のトマトマカレーうどんを食べていきたいと思います。うわー、楽しみすぎる。それだけです絶対美味しいやん。これツイッターで教えてもらったんですけど、10月中旬までの限定ってことで、もう早食べに行かな、もう食われんばいってことだったんで、今日はそれを食べに行くだけの動画。そしてこの感想を聞いたトマケンのみんな、いやその他の全国のみんな、これを食べに行ってほしいなっていう動画にしたいと思います。ということでね、早速行ってきたいと思います。行きましょう。ふう、今日も一人、今日も一人、しゃ行くよって思ったけど、全然ガソリンが入ったら入れるとっからやねちなみになんかね、外はね蒸し暑いんすよね。ちょっとこのドヨーンとした気分のところにトマトのね、リコピンを流して元気いっぱいになろうかなと。もうあのこれ、もうあの線路を渡るとカメラがすごいことになっとる。今日 YouTube のこうやって動画を撮影するときって、いつも矢沢このコイキングの T シャツを着てるんですけど、このコイキングの T シャツを着てゴリゴリ地元の丸亀製麺に行くわけなんですよ。あのね、見バレする可能性ありますね。ガソリンを入れてきます。 OK、 ガソリンフル満タン。あのエネキーっていうなんかちっちゃいね、なんか電子決済のピーってするやつ、あれ欲しいなって思いますね。友達が持ってるんですごい便利そうだなと思って、行きましょう。着きました。もうあの地元なのに初めて来たっていうね。はい、着いた着いた着いた。よし、あ、すいません、トマタマカレーうどんの並を一つお願いします。ありがとうございます、はい、トマタマ入ります。これはもう向こうに並んで大丈夫ですか。はい、もう少し広がら、これになってます。はい、トマタマのご飯の方からしていただきます。ありがとうございます。先にお会計いたします。お会計。早速トマタマカレーうどん食べていきたいと思います。なぜか iPhone の広角モードが外れていたので、画角的に矢沢がアップになってしまっているんですが、ご了承をお願いします。さあ麺を掴んでいただきます。ということで食べていきましょう。さあ麺をふう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 さ、食べた食べた。麺をすすっている矢沢が近い、ご了承をお願いします。さあ麺をすすってすすって、さあこの表情は、さあ美味しいのか。うまいという一言が思わず漏れてしまった。さあそして左手にありますのは、これご飯ですね。セットで小盛りのご飯がついてくるんですが、これはご飯が進むようなうどんの美味しさでございました。さあもう一回フーフーして、さあ麺をすすります。さあ矢沢が近いです。さあ麺をすっております。さあちょっと食べ方がね、ちょっと汚いかもしれない。おっと、なんかうまく食べれてないけど、はい。さあどんどんね、もう食べれちゃう、麺がどんどん進む、トマトが本当に美味しい。この丸亀製麺のうどんとトマトがうまく絡みついていて、さらにご飯が進む。
さあね、もう永遠と食べ続けちゃう。さあここからは降格モードになぜか切り替わりました。矢沢ね、一旦気づいて降格モードにしたというところなんですが、さあご飯を食べてすごいいい気分になってます。あっと、ここでトマトのスープがコイキングの T シャツについてしまった。さあ矢沢ちょっと落ち込んでいる。おっと、でもあーマジかーという表情。まあいっかみたいな感じでまた食べていきましょうね。はい、もうねトマトの方がね服の汚れより勝っちゃうからどんどん食べちゃいます。はい、もうね食べ方もうちょっと上手になってほしいところなんですが、うどんのすすり ASMR でもここから聞いてください。さあご飯をパクリ、そしてまたうどんを食べます。さあちょっとね口をちょっとハーハーしましたが、少しねあのうどんもピリ辛ですごい美味しかったんですよね。体もポカポカなってきますし、うどんの美味しさプラスちょっと辛みもあって、さらにねご飯が進むっていう。これご飯小盛りだったんですけど、今回頼んだのが、あもう食べ終わりましたねうどんは大盛りも選択できたので、ご飯もそれに合わせて大盛りになるっていうシステムみたいです。さあここからはうどんをたくさん食べて、さあもう残り少ないか。さあ最後スープをしっかり飲んでいきます。あ浸ってますねこれは。この顔はうまいという言葉がまた漏れてしまいました。で最後また麺を吸って完食でございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでトマタマカレーうどん食べてきました。めっちゃ美味しかった、マジでトマト最高で、あのなんかセットでご飯がちょっとちっちゃいのね、あのついてきてたんですけど、あれないと戦えん。ご飯が欲しくなるような味がねちょっと止まんなくて、あのねいろいろセットのご飯のサイズも大きくできたりとかもあるんで、まあ、調整してみてはいかがでしょうか。結構ね思ってた以上にこうピリ辛系の丼だったんで、体がねめちゃくちゃ熱くなって、でそれとねやっぱご飯の相性もねなんかもうすっげえ良かったわ。でトマトの味もねもう絶妙でね、もうマジで最高だった。絶対食べに行ってお願い、美味しいから。第1弾のトマケン企画でございました。第2弾もお楽しみに。あらまきゅわいぜてごくごく長ぶむ。